今日はオープニング道具厳選集。23年8月30日水曜日、不思議レモンネットラジオ、こよいしーなラジオでということで、こよいも不思議の扉へようこそ、不思議レモンでーす。さあ、今日は水曜日ということでお送りしていきたいと思いますが、今日は月近く月刊こよい不思議オープニング集ということで、このラジオの私のオープニングトークを厳選して集めたコーナーでございます。本日は令和5年8月の不思議レモンオープニングトーク厳選集ということでお送りしていきたいと思います。いつものコーナーお休みで、早速この後前半、そして間に不思議レモンの最新情報、不思議レモン何したを挟んで、次は後半という形で、私の楽曲などを挟みながら今日はお送りしていきたいと思います。どうぞよろしく。この番組は不思議音楽レーベルの提供でお送りいたします。月刊こよい不思議オープニング集、令和5年8月の不思議レモンオープニングトーク厳選集、前半はこちらのトークからスタート。映画館のポップコーンの音、こちら7月30日 J キャストニュースに、映画館のポップコーン音を立てて食べたらダメ、人気タレントの悩みに共感続々、最低限のマナーの声もということで、タレントの野呂佳代さんがですね、テレビ番組上田と女が吠える夜に出演ということで、映画館でのポップコーンの食べ方を明かしてですね、まあいろんな方から共感を得ているということなんですけども、まあ野呂さんは映画が好きでですね、まあしょっちゅう映画に行くと、で必ずポップコーンを食べるんですけども、上映中に食べてる音でですね、周りがこう嫌な思いをさせたくない、映画の、まあ、世界観を壊したくないということで、映画の音が大きい時に食べてるということで、なんかこれ無意識にもうそういう感じになってしまっているということなんですけどもね。まあ僕は基本的に映画ほとんど行きませんし、映画行ってもまずポップコーンを買うことがないですからただ何ですかね、やっぱり周りの音とかはやっぱ気になっちゃいますね。あのひそひそ声話していたり、あのスマホの光、とかそういうのも気になりますし、根本的にあのもうあの新幹線のグリーン席しか乗らないというのと一緒で、もうそういうの嫌な思いをしたくないから映画にはほとんど行かないというのがそんなことしてたら何もかもね、ちっちゃな世界で生きちゃうじゃないかとかいうツッコミを得られるかもしれませんけど、僕的には人間というのはあまりに、広い世界で大きく生きすぎてるから特化できずに、なんかね、どれもが薄い生き方をしてるんじゃないと、逆にね返したくなるだから、ですからもう、人間の世界ではある種限定特化してですね、その中でこう尖って生きていくというのがいいと思うんですけども、まあ、とはいえ、まあ、映画にね、行きたい、そして、ポップコーンを食べたいという方はこういうお悩みがあるということなんですけども、まあ中にはねやっぱりうるせえなっていう人いるかもしれませんけど、なんかポップコーンって映画のなんか付属品みたいなところあるから、まだね仕方ないのかなというスルーされることが多いんじゃないですかね。でも携帯とかひそひそ話ってなんか映画の付属品じゃないじゃないですか。なんか、うん、それってだからツッコミ受けることが多いかなという、感じもするんですよね。だからまあポップコーンに関してはそこまで気にない、あまりにもねカチャクチャコラチャクチャオベアみたいな音をこうね立てない限りはまあ大丈夫かなとまあ思うんですけどもね。MC の上田さんは、もともとポップコーンって音がしないから映画館で売ってんのよ。匂いもそんなにしない。掃除も簡単にできるじゃん。だからポップコーンが選ばれたんだよ。映画館で売るお菓子としてっていうね。うんちくを、まあ。まあ、確かに音はしにくいっちゃしにくいけど、うん、ね、でもまあ、なんかこう食べ方によってやっぱり出てしまいますしね。あの匂いもまあしないっちゃしないけど、まあ、ポップコーンの匂いってやっぱするっていう人はねやっぱりねしますからね。だからまあさっき言ったみたいに、まあ言ったら映画館のまあ言ったらイメージがね、ポップコーンというのがあるじゃないですか。だからそこまでツッコミは受けないのかなと僕は思うんですけどもね。セブンイレブンのおにぎりにあれが混入、こちら8月4日日テレニュース24より、
セブンイレブンの、おにぎりにゴキブリが混入、埼玉県内で販売ということなんですけども、入っていた、おにぎりはですね、セブンイレブンで売っている梅香る混ぜ飯、混ぜ飯、おむすび紀州南高梅ということで、これ2組もいたらしいんですよ。埼玉県内の店舗でこのおにぎりを買ったお客さん2人から2組からゴキブリが入っていたということで、いやー気持ち悪いね本当に。これはたまんないよ。まあ僕はまあそのまあゴキブリは嫌いは嫌いですけども、そのまあむちゃくちゃね、まあ出てきたらバゴンって倒せるというぐらいのものですから、もう全く無理というわけではないんだけど、でもまあ好きな人はいないよね。うん、おにぎりってさ、なんか手で割って、まあ女子とかはそう食べますかね。でもほとんどおにぎりってバクってかぶりつくわけじゃないですか。そのかぶりついた中からゴキブリがビヨーって出てきた時はもう、これはたまったもんじゃないよね。本当、あのコメント欄とかリプにも書いてましたけど、ある種のトラウマになるっていうのはもう間違いなくて、なんか毎回そのおにぎりを食べる時になんかこう癖というか出てきたら、だから昆布とかちょっと食べれなくなるよね、当面ね、一生食べれなくなるかもしれないもんね。いやまあ今年というかこの数年はやっぱりコロナ禍で家にいる人が多くて、ゴキブリ率がすごく高まったらしいんですってね。うん、まあ僕なんかは結構このニャンズハウスにいる時間が結構長いので、とはいえあの前も言ったと思うんですけども、その冬にあの、まあ、うちニャンズの掃除をするときにですね、冬も窓全開で2時間ぐらい開けっぱなしで掃除しますから、あのそれがまあ非常にこうあの寒い冬にこう空気を 2時間ぐらい、2、3時間入れ替えするっていうのは、なんか全部死滅するらしいんですよ、ゴキブリの卵とかそういうのがね。うん、だからそういう面ではいいかもしれませんけど、まあこういう工場の中でこうゴキブリがいつの間にか入ってくるというのは、まあなかなかちょっとこれ逆に人間が握った方が入らないんだろうね、間違いなく。だから機械でやるから、どうしてもその機械の中に、ゴキブリがその卵とか、もう気持ち悪いけどね、話するだけでね、まあある種住み着いて、でもうまあ言ったらおにぎりご飯ってまあ糖分ですから、もう大好物ですからね、ゴキブリからすれば。まあそこにピョッと入って、そのまま機械が、こう流れ作業みたいになりますから、工程の中に、ピョコンと入ってですね、パッケージングされて、まあそのような、これでも難しいよね実際ね、その一連の流れ作業で、まあ言ったら行くわけだから、こう確認、中の確認のしようがないというかね、うん、なんかそのサーモグラフィーなみたいなものってないと思うから、もうまあ大丈夫だろうっていう感じになるから、まあこのような形で入ってるんでしょうね。ああ気持ち悪い。仕入れ物何した？このコーナー、最新の仕入れ物ニュースを自分自身で言っちゃうというコーナーでございます。まずお知らせなんですけども、土曜日正午12時30分に配信しております、仕入れ物1230アワー沢田健二ということで、週刊の沢田健二さんのニュースをお送りしてきたわけなんですけども、ちょっとねいろいろ考えて、やめるのは嫌なので、まあ、週刊から月刊に変えようかなと思っているんですよね。前回は総集編として、させてもらったんですけども、やっぱりどうしてもね、現役レジェンドの沢田健二さんとはいえ、やっぱニュース週刊で、まあ、ない時もございますので、その度になんかその、総集編というのもね、なんかあれですし、まあちょっと月1でやりますと、まあ、間違いなくジュリーでしたら、ニュースがありますので、まあ、そのような形で月刊という形にさせてもらおうかなと思っております。まあ詳しくはまたね YouTube の、ね、通知などで皆さんにねご紹介しようとは思っているんですけども、だいたい、まあ、月末最終土曜日という形に配信という形で、させていただこうかなと思っております。9月でしたら、9月の、30日ですね、土曜日に今配信という形にしようかなと思っておりますので、今後、まあ、そのような形で、まあ、毎月、月末の土曜日という形にしていこうかなと思っておりますので、よろしくお願いします。ネットの配信予定いってみたいと思います。朝9時、本日のシレモーニングカフェ、今日はダンスウィズミー懐かしきグラフィティのインストゥルメンタルショートバージョンということで、不思議も公式の方で朝9時配信しております。
正午、シネコニャンズアワーということで、今日はシネコ、プレイバックのシネコニャンズの風景ということで、足伸び、睡眠のウッチンということでね、フューチャリング福尾ということで、まあ、ウッチン、もう恒例の夏のね、睡眠というか、いつもの独特の寝方でございますけどもね、福尾も登場しております。正午、シネコニャンズデジタルハウスにて限定配信となります。水曜日の3時といえば、不思議レモンデジタル写真集屋根裏の果樹もの配信ということで、今日もシネモンテレビ収録前の写真をパシャリしております。お昼3時配信です。6時レモンチューブステーション、今日の最新楽曲のご紹介、ヒゲダン、オフィシャルヒゲダンリズム、チェスボードということでね、ヒゲダンらしい、本当にポップなナンバーですよね。6時半レモンジュリーステーションということで、今日は、ジュリーは何でしたか、細かすぎる沢田家にネットワードチェックの予定となっております。急なニュースが入りましたらレモンジュリーニュースに切り替わる可能性もございます。7時本日のシゲレモンニュース、今日はシゲレモンテレビ告知です。7時半のシゲレモン楽曲配信、今日は、好きな人ね、私はこのエンディングの、楽曲ねございますけども、のスタジオテイクということで、スタジオライブテイクぜひ聴いてみてください。この後7時半シゲレモン公式ミュージック YouTube チャンネルにて配信となります。8時、このラジオは現在、シゲレモン公式 YouTube でプレミア公開中、プレミア公開終了は、シゲテレビジョンにて配信、シゲレモン公式では外部同時に配信しております。8時半、この後8時半は、水曜8時半の適当タイム、シゲレモンテレビの前のシゲレモンテレビでございます。今日は桃のプリンを食べております。この後8時半、ファンサイト演奏して限定配信となります。9時、水曜21時のティータイム、シゲレモンテレビでございます。今回気になる、話題といたしましてはですね、性行為に同意した、ね、証拠を残すアプリですね、記録の話、アイスから基準上回る大腸菌の話、60年近く続く、喫茶店、最近の食べない客に困惑の話、そのような気になる話題、そしてキーワードトークは、これはうまいと思うソフトドリンク、健康のためにやってることってある、整形についてどう思うの、3つについてお答えしております。この後9時、不思議も公式 YouTube でこのままチャンネルは、配信、見逃し配信は、不思議テレビ上にて配信、そして、不思議も、不思議も、舌が回ってないというね、午前収録でございます。不思議も公式では、概要も同時に配信しております。10時から1年前の不思議もコンテンツを再配信。プレイバック不思議も、1年前の不思議もニュースはファンサイト演奏室。1年前の今宵不思議なラジオで不思議もテレビは、不思議テレビ上にて、この後10時プレイバック配信いたします。合わせてチェックしてください。今日のネット配信予定でございました。今日の不思議もシジュールということで、まあ、このね、眠そうな声舌が回ってない感じをね、見ていただき聞いていただいたら分かるように、今日は午前収録ということで、まあ、毎週水曜日は引きこもってですね、もうやることがいっぱいでございますので、朝からシネモコンテンツ制作、そして9時からこのラジオ収録、もっと早かったかな、8時半ぐらいからで、その後ジュリーの音声収録をしてですね、シレモテレビは、昨日完成しておりますので、午前中にまあ視聴して、ね、確認、をね、アップの確認をしてですね、昼またいで、お昼から明日用の秀樹さんの、動画の、収録、そして節々テレビのその後収録、編集で、時間が余りましたら、いろいろな、編集作業など、やろうかなという感じでございますけども、今週から、スタジオ入る予定でございますので、まあ、その佐々木さんの 1,2,3,0 アワーをまあ月1に回すということで、その時間がちょっと空くので、まあ、そこにこうまあねスタジオ入りをしようかなというのもありますし、まあ、先ほど言ったように、まあ総集編というね、ニュースない時もありますので、そういう考えますと、まあ、1,2,3,0 アワーは月1でやらせてもらった方がまあ非常にね、まあ、結構たくさんの方に見て聞いていただいておりますので、まあ、やめるのはちょっとねあれですから、まあ、月1ぐらいでぜひね、やっていこうかなという感じでございますかね。まあ、とにかく、久々のスタジオ入りということで、ちょっと練習もしないといけないなという感じでございます。そして、公式ミュージック、ね、私の新 YouTube チャンネルの方もね、どんどんやっていこう。まあ、それがメインで、もうとにかくね、もう上げて上げて、アップしてアップしてという形でやっていこうかなと思っておりますので、そちらのチャンネルもぜひチェックしてみてください。
ビターをかき鳴らしながら今にさざんげた誰も好まない愛しのメロディーに魂で叫べたらいいな。さよなら今宵最後の一口と涙も出ない孤独な森を越えたら立ち沈む夢が溢れば、さよなら声を枯らした一口の僕忘れる夜が再に口づかめば形のない僕さんのしぎりもんでメロディーライブイン大阪でした。 CM の後は小吉しぎオープニング集後半です。しぎりもんファンクラブ演奏のお知らせです。しぎりもんの楽曲、ネットライブ、テレビ、ラジオ、すべての観覧、そしてふしぎりもんデジタル写真集の観覧、リアルライブ、ふしぎりもんリリース楽曲、グッズの先行予約など盛りだくさんの内容となっております。ファンクラブ入会費用は月額3300円です。詳しくは不思議音楽レーベルの演奏詳細の欄をご覧ください。不思議レモンのデジタル写真集、屋根裏の果汁物、ポスター写真にプライベート写真配信中。月額1100円、月額1100円、月額1100円。不思議音楽レーベルの音楽配信サブスクリプションサービス TrueFine、月額1100円で不思議音楽レーベル全アーティストのシングル・アルバムがフル視聴できるサービスです。詳しくは不思議音楽レーベルサイトまで。不思議レモンライブスペース電脳不思議レモショー、月額1100円で不思議レモンの新旧ライブ音源動画がご覧になれるサイトです。詳しくは不思議音楽レーベルサイトまで。不思議テレビジョン、不思議音楽レーベルのネットテレビ、ネットラジオが聞き放題、月額1100円、不思議テレビジョン、不思議テレビジョン、不思議テレビジョン。シネコニャンズデジタルハウスへようこそ。不思議レモンの可愛い愛猫たちの写真動画が月額1100円で見放題。不思議ニャンズデジタルハウスへどうぞ。おにぎり食べながら運転は違反？こちら6月13日参院放送より、運転しながらおにぎり食べるのは交通違反、警察に確認すると…ということなんですけども、こちらの記事に載っている米子警察署の課長さんが言うにはですね、まあその交通の状況などにもよりますけども、基本的には食べながら飲みながら運転するという行為は道路交通法に抵触する可能性があるということなんですけどもね。でもそんなこと言ったらマックのドライブスルーなんてものはそもそもね、なんかそのそういう行為を促してるみたいでアウトになる感じもしますけども、まあね、まあテイクアウトという感じで開き直ればですねあれなんですけども、まあただまあそういうふうに一応
まあ法律的には言われているんだけど、基本的にそれで僕はね、なんかこう、なんていうかな、逮捕とかそういう点数取られるとかいうことはないと思うんですよ。ただなんかそれで事故を起こしてしまったとか、まあある種ちょっと危険行為とかそういう風になってしまうと、まあちょっとね、そういう感じで取り締まられるのかなと思うんですけどね。やっぱりなかなか難しいんじゃないですか。ほとんどの方が車、乗りながらなんか飲んだりとかいろいろしていると思いますのでね。ただスマホはめちゃくちゃ今厳しくなっていて、携帯、スマホをまあ使用したり画像を見たりする行為は、特典3点、そして、反則金は1万8000円という形になっていて、もし危険な、行動をまあ生じさせてしまった場合はですね、まあ一発免停、1年以下の懲役、30万円以下の罰金という形になっているということなんですけども、僕はまあ全くそういう行動はしません。そもそも、スマホを持って歩くということしないので、まあもう特別な何かがあるときはまあ持って歩きますけども、その運転中に見るということはもうまずしないですから。ただね、結構やっぱ多いですよね。なんか運転中に電話かけてたりとか、こうなんか見ながら、だいたいくだらないことをやってることが多いと思う本当に大事なことって、そのなんか片手間にできることってないじゃないですか。もうすごいなんか重要なことって絶対にもう車止めるぐらいのことをしてですね、話したりするじゃないですか、だからだいたいくだらないことやってるんですよね、あのながらスマホやってらっしゃる方っていうのはね。まあとにかくそういうことでございますので、まあ運転中はできるだけですね、なんか飲んだり食べたり、まあスマホはもうともかくね、もう一発アウトなんでね、そういうことはしないというのがまあ、法律的にはいいのかなと思うんですけども。スマホ初の2台持ち、先週金曜日ですかね、ついに、スマホがもう1台届いたということで、いやーまあ僕も前からですね、このラジオですね、スマホ2台持つというふうに公言していたんですけど、ついに実現したということで、今のところまあ私はまあ iPhone13 というね、1年前ですね、去年一昨年の、機種をまあ持っておりまして、 iPhone は2年おきに今変えているんですけども、まあ、あとは iPad はまあ第9世代になるんですかね、これも2年前ですかね。であと MacBook ですね、 MacBook は3年目ぐらいになるんですかね。で Apple Watch、 AirPods ね、そんな感じのまあ夫人なんですけども、初めて Android 携帯ということで、まあ楽天のね、楽天モバイルという、まあいろいろ楽天はね、あやこが言われておりますけども、まあとにかく安いということで、まあどんな感じかなと調べてみたら本当に安いですね。なんか楽天のちょっとね、なんちゅうかこう風評がちょっとあまり良くないので、なんかこう知らずに楽天モバイルイコール良くないみたいな感じの情報がなんか結構出回ってるような感じするんですけども、で、意外に見たらね、めちゃくちゃ安いなと思って、1円ですからねもちろんその通信費とかそういうね、月額のお金ってかかりますけど、それもでも本当にビビたるもので、やっぱり断然安いなと思って、まあ、これなら2台持ちできるなと思いましてですね、ちょっとまあ自分の中で2台持ちしないといけないような普段のね生活にもなりましたので、どんな生活だって感じなんですけども、まあいろいろちょっと分けて使いたいなという部分がちょっと出てきていたので、ちょうどまあこういうね、今じゃあそういう時に、もう買っちゃおうかなと思ってですね、買ってみたんですけどね、まだ全然カバーとかフィルムが届いていないのできっちりとつけてからちゃんと使いこなしていこうかなと思っているんで、まだ箱の中に入ったままで、まあ日々金曜日ぐらいからね、ちょくちょくと使ってはいるんですけども、まあ、今後まあ役に、まあ、間違いない、もう3日ぐらいでめちゃくちゃ役には立っているんですけどね、自分のいろいろな、やっぱり、ね、2つあるとなんかいろいろできるんですよ、1台だとなんかこうなんていうのかな、結構な登録したりするっていうのも、携帯番号と今ほらくくりつけてね、アカウント登録って多いじゃないですか。ですからまあその2つあると結構いろんなものが2つ登録できたりとか、まあ LINE とかもそうですね、まあ LINE は別にね2つ登録したいなという気もならないんですけども、まあそういう感じでいろんなものがこうそういう形でできるということですし、あとまあなんか作業をしている時に、今までだったら YouTube もしくは iPad どっちかをなんか音楽鳴らしたりとか聞いたりしていたんですけども、まあこれで
この楽天のね、楽天ハンド 5G って言うんですけども、これがあることでまたいろいろね、そこの、なんかかけたままで、こっちを作業するとかいう形にも使えますしね、まあ、またね、映像の方動画の方もね、その楽天 5G の、楽天ハンド 5G という名前なんですけどね、またアップしたいなと思っておりますので、近日、公開ね、ぜひチェックしてみてください。月刊こよい不思議オープニング週、令和5年8月の節目オープニングトーク厳選集でした。不思議レモンで手のなる声でした。お送りしてきました不思議レモンネットラジオ、今宵不思議なラジオで明日は木曜日8時でお会いしましょう。不思議レモンでした。求めるのなら全ては優しい。